皆さんこんにちは絵画こと買取プロ週稼働でございますこの力強い書は須田国太さんのお作品でございますまあ、須田国太さんと言いますと割と人物がまあ幅広くですね桜の風景なんかも書いてですねあの活躍された先生でございましてまあ、一部あの週刊朝日さんなんかの表紙絵も飾ったりですとかまあ、晩年にはこういった作品は多く残されています でまあ、油彩画が主なんですけども中にはですね、えー、ガッシュとパステリを混ぜたような絵もありまして、えーまあ、村娘を描いた絵ですとかお花の絵あるいは魚の生々しさを描いた、えー、サンマの絵なんていうのも非常に、えー 今でも人気がございます、まあ、こういったちょっと抽象的なハリエー的な絵も含めてですね須田国田の外域の領域というのは非常に広い分野に及んでおりますけれども私ども丁寧に須田国田先生のお作品評価して実際に今日も一点お買い取りをさせていただきました。是非須田国田さんのお作品をお持ちの方いらっしゃいましたら私どもに評価をさせてください。 絵画コット買い取りプロでは、須田国田さんの作品、油彩もそうですし、あとガッシュ、パステル、そういったミックスメディアの作品もですねきちんと評価してお答えしております。こちらのフリーダイヤルにお問い合わせいただきますか、もしくはこの QR コードを携帯電話で読み取っていただいて、そこから LINE で画像を送っていただくか、いずれにしてもご不明な点ございましたら、オペレーターまでご連絡お待ちしております。